はい、後藤輝樹です。固執しなくてええねんと、マルチクリエイターでええねんっていう話なんですけど、降りてきたから僕こういうの喋るわけですが、例えば、昔っていうか、例えばこう、ミュージシャンの方でもうすごいヒット曲出して、こう、ヒット曲が生まれなくなるってことってあると思うんですよ。でも、それってもうしょうがないというか、で、それをもう固執してずっとやり続けることもかっこいい。それはそれでかっこいいと思いますし、ずっとミュージシャンならミュージシャンでずっと一本で行くっていうのは、それはそれで僕は素敵なことだと思うんですけども、今の時代だったら、もう本当マルチでクリエイトできる時代だと思うんですよね。だから一つのことにこだわらなくていいというか、僕は本当職業何聞かれてることが多いんですけども、もう職業後藤輝樹なんですよ。後藤輝樹を売り物にしてるわけなんですよね。なので、普通の人からやっぱ意味わかんないじゃないですか。職業聞かれてさ、普通サラリーマンって答えるじゃん。サラリーマンって。公務員ですとか。後藤輝樹って言うんだから、え？ってなるじゃんか。何後藤輝樹ってなるでしょ。でももうそれが普通の時代なんですよ。後藤輝樹何言ってんだみたいなことあるかもしれないけど、これがもう一般人、俺一般人だよ。一般人でもそれができるようになってきた時代なんですよ。もうインターネットとか、AI とか普及してきて。で、昔はそれ言えんの、世界の矢沢だけだったじゃん。有名人、芸能人の。矢沢だよ、みたいな。職業矢沢だよ、みたいな。でもそれはもう矢沢さんだけじゃなくて、有名人だけ、ある種の、ね、その運や実力がある人だけじゃなく、もう一般の人もそれができるようになったわけです。自分がブランドになる時代になってきたわけですよ。だから別に、なんか一つのことに固執しなくてもいいと思うんですよね。だから別に固執することもいいし、で僕の場合、例えば政治家目指すとか、政治家目指す僕固執はしてますけど、これからも諦めないって、これからも僕もう粛々と淡々とやっていきますけど、例えば政見放送で、別に僕、面白いもの作ろう、なんつうんだろう、笑わせようとか、なんつうんだろう。そういうんじゃなくて、僕は自分が表現したいことを表現してるだけで、それはたまたま世間になんかそういう、ね、賛否があるわけで、別になんか、そういうのは別にそこまで計算してないんですよ。自分がやりたいことやってるだけで。で、なんか、後藤輝樹、昔こうだったけど、今こうだよねとか、この先の将来とか、もう言われるのも余計なお世話だ、ふざけんな、うるせえ、バカ野郎って感じなんですけど、だから、全然、なんて言うんですかね、気にせんでええよって話なんですよね、そこら辺。だから、もう政見放送しかもう、俺は政見放送で行くんだ。俺はミュージシャンだからミュージシャンだけで行くんだって思っちゃうと、詰まっちゃうと思うんですよ、どっかで。俺は政見放送で、結構知名度上がったからです。もう政見放送で僕は行くんだ、売りなんだみたいなことで行くと、ちょっと横島な気持ちとかエゴとかが生まれちゃうんですね。僕はもう宇宙エネルギーなんですよ、宇宙エネルギー。宇宙エネルギーをそのまま表現してただけなんですよ。だから、それって、政見放送だけじゃないんですよ。だから、自分がこう感じたことを表現するっていうのは、政見放送だけじゃないんですよ。政見放送だけに絞っちゃうと、その宇宙エネルギーが降りてこない、もしくは降りてきたとしても、屈折したものとして表現されてしまうと思うんですね。だから、僕は別にその政治家にこ、まあ、政治家や、ね、選挙で出続けると思いますけれども、政治家にこだわってないし、だから作詞作曲とかしちゃってるし、で、歌とか出しちゃってるし、なぜか知んないけど、別にだから僕、望んでやってるわけじゃないです。気づいたら歌出してちゃってる。で、その気づいたらっていうのは、最初は俺は別にアカペラで歌ってたんだから、アカペラで歌ってて、たまたまそういう機会があって、なんかね、そういう、ね、そうなっちゃってただけで、別にそんな、ね、だから、ないんですよ。だから固執しないから、それは。固執するってことはエゴやんか。自分はずっとこれでいきたいっていうのはエゴやんか、ずっと。それって、だから、自分、よがりっていうか、一人よがり。で、別にそれがダメだとは思わんけども、それで行きたい人は行けばいいけども、別になんかこだわる必要ないんですよ。だから俺は別に選挙があったら選挙出るし、政見放送あったら政見放送取るし、でも別にそれはなんか、面白いもの作らなきゃいけないなとか、そういうの感じる必要ないんだよ。でも、もうその感じるよ。後藤輝樹次何やるんだみたいな、感じるけども、でも感じちゃいけないんだよ、それ。宇宙エネルギー降りてきたものをそのまま出せばいいんだから、別に感じちゃいけないんだよ、だから。なんか、面白いことやる、奇抜なこととかやるとかじゃないんだから。って僕は思います。だから、感じたままに僕は行動してるんですよ。それが後藤輝樹なんだから。
だ政見放送、ね、これからもやるかもしれない。選挙もこれからも出るかもしれない。ただそれだけ。で、他にも、もし、歌出すかもしれない。俳優業やるかもしれない。普通にサラリーマンやるかもしれない。アルバイトやるかもしれない。文章を書くかもしれない。うん。だから俺も、だって株とかもやってたことあるし、ヤフオクとかでね、自分のなんか仕入れて売ってきたりしてることもあるし、今でこそやってないけど、ブログとかも結構書いてたことあるし、うん。だからその時その時の感覚で、変わっていくわけですよ。だからそこでなんか自分はこういう人間だからこれをずっとやらなきゃとか、やっていこうとか思う必要はないし、その時の降りてきたことをそのまま体現していく、行動していく、表現していけばいいと僕は思うんですよね。だから、本当マルチクリエイターの時代だと思います、正直。うん。だから、そういう感覚、オープンマインドで、自分が降りてきたことを表現、その宇宙エネルギーから降りてきたことに対して、そのまま自然に出せる、準備というか、心構えってやっぱ大事ですよね。だから自分はもうこうじゃなきゃいけない、こうしていくってなると、降りてきてもそれ、体現できないんですよ。表現できないんですよ。だから、あんまりね、そういう意識を狭めずにやった方がいいのかなと思います。だからこれからも僕はそういう、今まで通りの活動しますけど、なんていうんですか。うん、そういう縛りはないんで、うん、前はなんか、はじけてたけど、今はとか、そんなないし別に、もうその時の感じ。で、俺は基本的に変わってない。変わってないけど、たまたまだからそういうのをパッケージして出してただけ。そういう、ね、チンコ主義は何だとみたいな。別に今でもチンコ主義だし、これから先もチンコ主義だし。だけど別にずっとチンコチンコ言ってるわけじゃないから。うん。だから、前はなんか、例えばね、なんか、こういうことやって、なんか、弾けてて面白かったのにとか、もうその、アホやからそんな風に。だから俺を見てないからちゃんと。俺を見てる人は、あ、ようやくこういう風にやってきたなとか、あ、そういう形で見てるから。俺をちゃんと見てない人は、前はチンコ言ってたから面白かったけど、今全然言わなくなったらもうダメだよなとか、もうアホみたいな、評価になっちゃうわけでしょ。で、だから、まるで逆になるわけだ。だから、その、俺を本当に知ってる人は。だから、あ、前はそういうこと言ってたけど、あ、ようやくこういうふうなところ言い出したな、みたいな、の捉え方がもう真逆になるわけ。うん。でもそれはもう、俺じゃないじゃん。俺が別にその人に説得してもしょうがないし、俺はもう俺なんだから、もうあとはもうみんなが、知っていくしかないやんか。うん。みんなが知っていくしかないし、ね、誤解してる人がいたらね、いや、後藤定義本当はこうこうこうでこうなんだよってね、訂正して、いただけると、訂正というか、サポート、フォロー、補足していただけると、あ、なるほどねってなっていくんで、まあそういうの、その積み重ねが世の中変えていくと思うんですよね。選挙とかもそうだし、選挙ね、自分の一票入れても、ね、もう変わんないだろうとか、興味ないだろうとか、そうやってたらもう何も変わんないわけですから、ほんのちょっとなんです。ほんのちょっとの努力とか、ほんのちょっとの気遣い、心配りで、世の中少しずつ変わっていくんですよ。一人がちょっとやっても少しずつ変わっていくんですよ。それが1億3000万人、70億人がちょっとやったらめっちゃ変わるんですよ。だそういうことなんですよ。だから、あんまりね、心に縛りをね、設けず、ニュータルな気持ちで、そうですね。クリエイトしてほしいなと思います。ということで、何かの参考になれば幸いです。お前ら愛してるぜ。